すべての動画を無料で見たい方は公式 LINE へ登録。法人研修はユースフルフォービジネスで検索。皆さんこんにちは、ユースフルのはじめです。今回のテーマはファイルになります。皆さん仕事上でワードやエクセル、パワーポイントを使って資料を作ることって何度もあるかなというふうに思います。 Teams にはこういった資料作成でぜひ知っておきたい便利な機能というのがたくさんございます。ですので今回はこうした資料作成をする際に必ず知っておきたい Teams の機能というのをご紹介していきます。ファイルを作ってチームで共有する際に絶対に知っておきたい機能でございますので、ぜひ最後までご視聴ください。我々ユースフルチャンネルでは、明日の働き方が変わる感動体験をお届けするをテーマに、ビジネスの現場で役立つスキルを発信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということでまずはファイルの貼り付けについて説明をしていきます。Teams ではチャンネルやチャットのメッセージにファイルを貼り付けるということができます。そしてこのファイルの貼り付け、大きく2つやり方がございます。まず1つ目がエクスプローラからアップロードするというやり方になります。皆さん自分で Word や Excel といったファイルを作って、このようにですね、エクスプローラ上に保存することはあるかと思います。このファイルをチャンネルやチャットにドラッグ&ドロップするというのが1つ目の貼り付け方法になります。手順としましては、まあ、例えば新しくチャンネルで投稿を開始するというこちらの画面を開いた上で、エクスプローラからこのように貼り付けたいファイルをドラッグ&ドロップしてあげて、この投稿欄のところ、ここにですね、持ってきてあげてください。で、そうするとこのように右下にプラスコピーという風な表示がされるかと思いますので、この状態でマウスを離す。するとこういった具合に、先ほどドラッグ&ドロップした A 社見積書というワードファイルが下側に表示されるような形となりました。これでもう貼り付けは完了した状態になります。あとはこんな感じでメッセージを入力して投稿をクリックすると、このようにチャンネル上にファイルを送るということができました。このようにエクスプローラからドラッグ&ドロップするだけで簡単にファイルを共有するということができます。ちなみにこのファイルの貼り付けは複数同時に行うということもできます。例えば今度はこの B 社プレゼン資料というパワーポイントのファイルと、その下のワードファイル、これをですねまとめて貼り付けたいと思います。するとこのように今度は2つの資料が横並びで表示されるという形になりました。こういった具合に複数のファイルを貼り付けるということもできます。またこのファイル貼り付け、Word や Excel、PowerPoint といった Office ファイルももちろん貼り付けられるんですけど、他にも PDF のファイルを貼り付けるということもできます。例えばこの PDF の資料をこのようにドラッグ&ドロップしてあげると、PDF 資料も貼り付けることができました。この PDF の貼り付けも結構よく使うと思いますので覚えていただければと思います。そしてファイルの貼り付け2つ目がリンクのコピーというやり方になります。こちらは先ほどとは違って、すでにこのように一度 Teams 上に貼り付けたファイル、こちらを再度別のチャンネルやチャットに貼り付けたいとき、こういったときに役立つ機能になります。やり方は非常に簡単でして、例えばこの先ほど貼り付けた A 社見積書のワードファイル、こちらをですね再度別の投稿に貼り付けたいなと、こういうふうに思ったとき、この A 社見積書の右側にある点のマーク、ここのリンクをコピーをクリックしてください。するとこのようにリンクを作成しましたというふうな表示が出るので、ここの右側のコピーをクリックします。その上でこのウィンドウは閉じて、そして、まあ、何らか例えば新しい投稿などの画面を開いていただいて、コントロール V で貼り付けをしてください。するとこういったように、A 社見積書という同じ、リンクというのを作成することができました。あとはこのように投稿すると同じファイルのリンクというのを作成することができました。これがですね2つ目のリンクをコピーするというやり方になります。そして今 A 社見積書というファイルが2つある状態になるんですが、実は実体は同じファイルなんですね。どういうことかというと、例えばですね、今この上側の A 社見積書というファイルを開いてみたいと思います。するとこのように今テストテストテストというふうに書いてますね。で、この状態で一度ファイルを閉じて、今度は下側の A 社見積書を開いて、ここにですね、新たにあーというふうに入力をしてみましたと。そして、閉じてもう一度上のファイルを開くと、この上のファイルもあーというふうな文字が入力されていますね。このように今こう一見2つファイルがあるように見えるんですが、実体というのはこう同じファイルなんですね。このようにリンクをコピーして貼り付ける場合、こうファイルが2つに見えるんですが、実体は同じファイルだと、このような仕様になっていますので、ぜひ頭に入れていただければと思います。
ちなみに1点補足として、先ほどリンクをコピーするときにはこの点のマークからリンクをコピー、こちらをクリックしてくださいというふうにお伝えしたんですが、実はもう一個リンクをコピーするやり方があります。それがですね、このファイルを開いていただいた状態で右上の共有というボタン、こちらをクリックすると、ここにもこのリンクのコピーという項目があるので、ここをクリックすると同じように、リンクをコピーするということもできます。その上で、あとは先ほどと同じようにコントロール V で貼り付けると、このようにファイルを貼り付けるということもできますので、 Teams 上の点マークからリンクをコピーする、あるいはこのファイル上で右上のボタンからリンクのコピー、このどちらかでですね、リンクをコピーするというのをやっていただければと思います。続いてご紹介するのがファイルの共同編集になります。以前の動画でもちらっとお話ししましたが、 Teams 上にあるファイルは複数人で共同編集、すなわちリアルタイムで同じファイルを開いて編集をするということができるんですね。例えば先ほどアップロードしたこの B 社プレゼン資料、こちらを私が開いてみると、このようにパワーポイントのファイルが開けて、当然編集をすることはできるんですが、この状態で別の方でも同じパワーポイントファイルを開いてみたいと思います。はい、今2人のアカウントでパワーポイントを開いたという状態になります。左側が私の画面なんですが、右側はですね、この坂本さんという方の画面になります。この状態で、例えば私がですね、このタイトルを変えてみようとすると、このように右側の画面でちょっと表示が変わったの分かりましたか？これ見てみるとですね、このように磯が始めという風に書いてありますね。このように誰が何の要素を編集しているのかというのもリアルタイムで分かるんですね。でその上で、例えばここを BBB という風に変えると、右側の画面も一瞬でそれが反映されました。また逆に今度は坂本さんの画面で新しいスライドを一つ追加してみたいと思います。するとこのように一瞬で新しいスライドが反映されましたね。タイトルを入力すると、こちらの左側の私の画面でもタイトルが変わりましたと。このような具合にですね、本当にリアルタイムで変更した瞬間に全員のファイルが書き換わるようになっています。また今度は私のパワーポイント画面の左側に注目していただきたいんですが、こちら見てみると2枚目のスライドのところに一マークがついているの分かりますよね。これですね、カーソルを合わせると坂本さんの名前が表示されました。これは何を表しているかというと、今この坂本さんが2ページを開いていますよというのが私の画面で分かるようになってるんですね。その上で、例えばこの坂本さんの画面で1ページを開いてみると、左側のこの一マークも1ページに移動しました。このようにですね、リアルタイムで編集できるのはもちろん、誰がどのページを開いているのかというのもすぐに反映されるようになってるんですね。これによって、今この人どのページを編集しているのかなというのも分かるようになってますので、これも非常に便利です。このように共同編集の機能を使うことで、複数人で同時に一つのファイルを作っていくということができるようになります。これによってこのように人数分ファイルを用意して、それをですね、最後合体させると、このような面倒な手間というのが一切いらなくなるんですね。この共同編集、非常に便利な機能ですので、ぜひどんどん使っていっていただければと思います。ちなみに1点補足として、このように一つのファイルで資料を作っていると、古いバージョンのファイルが見れないんじゃないかと、そういう風に思う方もいるのではないでしょうか。ただこのように、昔のバージョンのファイルを見たいときには、バージョン履歴という便利な機能があるので、こちらを使うと良いです。使い方は非常に簡単で、このようにオフィスファイルを開いた状態で、ファイルタブに移動してください。その上で、この情報というタブの中に、バージョン履歴というボタンがございます。こちらをクリックしてください。すると、このように画面右側にバージョン履歴というものが表示されました。これスクロールしてみると、このようにですね、ずらっと名前と時間が書いたようなウィンドウになっています。これが何時何分に誰が編集をしたというのが全て記録されている状態になるんですね。なおかつ、単純にいつ誰が編集したか見れるだけではなくて、その時間のファイルというのを実際に開くことができるんですね。開き方はですね、このバージョン開くというボタン、こちらをクリックしてください。するとこのように11時33分時点でのファイルを開くことができました。同じようにですね、今度はこの11時1分のファイルを開きたいなというふうになったら、こちらのバージョンを開くを押すと、今度は11時1分の段階のファイルを開くことができました。また前のバージョンにファイルを戻したいっていうこともあるかと思うんですね。例えば誤って複数ページを編集してしまって、もう削除するよりも元の状態に戻した方が楽だななんていうケース、こういった時には今もう画面に書いていますが、復元というボタンを押すことで、今開いているバージョンの状態でファイルを上書きするということもできます。実際に押してみると、このように11時1分のファイルの状態がファイルに上書きされました。
このようにすることで、まあ間違えて編集をした時にもすぐに復元をするということができます。ちなみに今こう復元して11時1分の状態になったんですが、やっぱりこの復元はなしにしたいと、元のバージョンに戻したいということもあるかと思います。そういった時にももう一度このファイルタブからバージョン履歴を開いていただいて、今ですねこの12時13分という風になっているんですが、この1個前のバージョン、こちらを開くとこのように復元する前の状態のファイルに戻すこともできるので、ここで復元を押すとやっぱり元のファイルに戻すというようなこともできます。このようにバージョン履歴の機能を使うことで、前の資料の状態を遡って見るであったり、もう復元してしまうということもできるようになりますので、ぜひ、活用いただければと思います。はい、ということで今回の動画では Teams でファイルをやり取りする方法をご説明していきました。大きく分けてファイルをメッセージに貼り付ける手順とファイルの共同編集の手順、この2つをご説明してきましたが、どちらの機能も Teams を使う上でもう絶対に欠かせない機能でございます。ぜひ今回の内容をマスターいただいて、今後ファイルを作るときには必ず Teams でやり取りをするように心がけていただければと思います。それではこの動画は以上です。マイクロソフト365と生成 AI に特化した組織 DX サービス、ユースフル4ビジネスで検索。